ォルビホールター折りたたみだけでなくスタッキングも、可能ポラロイド SX-70 ビアガーネター、取っ手と一体化し、そのまま運べる折りたたみは折ってたたむ行為。道具などにおいて折りたたみ式と呼ぶことがある。折りたたみとは連続して全体をなすものをいくつかの部分に分け、各部の接続部をそれが連続しているままに曲げることにより、 全長を小さくまとめる行為を指す。折る位置以外の部分はその形を変えないままに全体を変形させる。折れた部分を伸ばすと元の形に復元できる。折りたたみの典型的な利用として、そのままでは大きすぎるものを折りたたむ機構をつけることで、小さくまとめるというものがある。小さくまとめることは、運搬、持ち運びの利便性と収納の良いさの両面がある。 折りたたみ傘、折りたたみ杖、トラベルギターの一種などは携帯する際の利便性を向上させたもので乗り物でも同様の目的で数々が開発されてきた。1979年に発明されて人気を博した自転車、プロンプトン、キックスケーターのレーザー、小型飛行機のアイコン A5 など、フォールディングタイプカヤックにも 日本伝統の折り紙の方式を応用したものが登場している。大日本帝国陸軍では95式、折りたたみ船という2分割の組み立て式の船もあった。ベビーカーや車椅子など座面に布地を用いることで折りたたみを実現しているものもある。他方でアコーディオンカーテンなどは運搬を普通は考えないため収納のコンパクト化に目的があると考えられる。 蛇腹などを用いる伸縮する筒状構造物も産業界における折りたたみ設計として含める場合がある。キッチン用品においてもシリコンなどの柔らかい素材を用いて折りたたみを容易にしている例もある。近年は宇宙開発などの工学において折りたたみが重要な位置を占めることになったとも言われる。また、数理モデルとしての研究発表も登場している。 大きく広げて、小さく折りたたむというのが、日本の折りたたみ文化であるという指摘もある。毎日寝具や和服をたたんで収納してきた歴史から、たたむ文化という言葉が用いられることもある。他に、副作、風呂敷、蚊や三面鏡、茶舞台、扇子、屏風なども一例として挙げられることがある。発展の要因の一つとして、 遊牧文化の歴史を持たず、定住化が顕著だったことや、住環境が境愛だったことを唱える説もある。前述の着物や、洗濯物など、畳むことで行為を終えるというのが、日本的な所作なのではないかという見解もある。折り紙も、基本的には折り畳みによる変形で形を作る。江戸時代には、木製の枕や、田中久重が発明したとされる旅行や、医師の往診に用いられる。 海中食材など折りたたむと平面的になるものもあった。ありがとうございます。